お疲れ様です。速稼塾の久保です。 FX の勉強やってますか？今回もね、110円の198円をつけたということで、まあ大きな動きだったですよね。 N 字の波動っていうのは、一旦上に上がったのが利確とか損切りを巻き込んで、まあ多くは利確なんですけど、一旦下がるんだけども、ここにまたね、新規の買いが集中してさらに大きく上に跳ねていく現象で、まあ FX でよく見られるんですよね。で、この N の戻り売りとかね、それから押し目買い、戻り売り、押し目買い、これによって私たちは利益を取っていくことができます。まあ押し目買いとかね、戻り売りって言葉が生まれるという時点で、そこで多くの方が、まあ、利益を出すポイントということで意識するということの証拠なんですよね。まあそれでね、まあ、利益を取るポイントっていうのはいつもそうなんですけども、まあ、N 字もあるんですけどもね、やっぱりチャートの動きにはレンジっていう一定の幅で小さく動くものと、大きくドーンとね跳ねていくこのトレンドってものがあるんですよ。レンジとトレンド、レンジとトレンド、これが繰り返し来るんですよね。で、私たちが取るのはレンジの間で取るっていう戦略もありますけども、これは結構難しいんですよ。というのが、レンジの幅がある程度大きくないといけないですし、レンジを意識するところができないとその戦略が取れないんですよね。でもブレイクっていうのはどういうことかっていうと、ある一定の値動きの中で収まってたものがトレンドを書いてね、一気に同じ方向に突き進んでいくってことなんですけども、これはですね、トレンドが発生した時にそれが意識できれば後追いでエントリーすることができるんですよね。まあいろいろと今私専門用語言ってて申し訳ないですけども、この専門用語まず覚えることが FX の会話をする上で大事なんで、基礎用語を絶対覚えてくださいねっていうことを言ってるんですよ。で、まあ、トレンドが発生した後、後追いで乗っかって、それで損切りが出るまでずっと小刻みに、ね、利益を取っていくわけなんですよね。で、自信があったら小刻みに利益を取る代わりに、小刻みに後追いの玉をどんどん立てていくってことになります。そうすると利益額っていうのは倍、3倍、5倍、10倍というふうに跳ねていくんですよね。まあそうすることによって、まあ大体1回のエントリーで数万円から数十万円が取れていくってことになりますけども、今私がお話しているのはもう上級者の話です。こうなると FX だけで生活ができるわけですけども、私もですね、FX だけで生活はできてないんですよ。FX をやることによって年間で1000万ぐらいの含み益は取ってますけども、ただこれをね、決済したところで、私の使っている海外証券、これをね、日本円にするときには、大量な課税がやってくるわけですよね。で、簡単に考えて大体半分ぐらいになっちゃうんですよ。まあ、そうなるとですね、まあ、500万円弱になりますんで、これではとてもね、私もね、生計が立ちません。ですんで、まあ、一応の力はついたんですけども、私のレベルまで行っても、これ一本でやっていくってことはまあできないんで、そうですね、やっぱりこう、1年目でものにできたら本当に優秀だと思います。2年、3年、場合によっては5年ぐらいかけて、一定のね、利益を取れるように狙っていくっていうのが FX のスタンスなんじゃないかなと思います。ただまあね、私が見るところ、初心者の方とか勘違いされる方は、3ヶ月とか半年で FX をマスターするぞって思っちゃうんですよね。その意気込みは素晴らしいんですけども、FX のことを見てないから、FX の経験者の話を聞いてないから、そういう発想になると思うんですよ。並いる競合、並いる優秀な方が FX、3ヶ月、半年で身につけられずに、まあ、退場していくなり、さらにね、FX に時間を使い果たしていくっていう現状があるときに、自分だけがね、FX で短期間で成功するってことはないと思うんですよね。ですので、ある程度の時間っていうのは、一日のうちに FX に集中できる時間が、空いた時間で30分、1時間ちょっとねっていうことじゃなくてね、もう始めた時が一番やらないといけないところだと思うんですよね。私なりに最初の1年間っていうのは、FX だけしかやらなかった1年間といっても過言ではありません。速稼塾の運営もしてましたけども、もう生徒さんはね、6人に絞ってやってましたからね。6人で速稼塾運営してたんですよ、その時は。もちろんそれまでに速稼塾に参加してくださった方のサポートはしてましたけども、基本的に新規を取ることなく、6人のままでずっと速稼塾のファイナルというね、カリキュラムをやってました。まあ、金額も非常に高かったんで、入れる方はあんまりいなかったんですけどもね。でも入塾を希望して参加できなかった方はあんまたいるんですよ。で、その2017年のカリキュラムが終わって、2018年になって速稼塾ジェネシスというのが始まりましたけども、まあ、これが今につながってるんですけどもね、ここから500人ぐらいがね、ドーンと入ってきたということになります。本当にだから2017年は数百人の方がずっと待ってくださったということになったのかなと思いますよね。
まあ、FX ね、本当にこれができれば全てお金の問題解決できるんですよ。ただ FX の業界に居座っているのはいつも勝ってる人ばかりなんで、そういうね、いわゆるマイク・タイソンみたいな人がゴロゴロしてるところに、まあ、素手でね、竹槍、ふんどし一丁で挑んでいくところ、最初はね、大怪我もするでしょうから、デモトレードをやっていただきたいかなと思います。それからデモトレードをやる前にやっぱり基礎用語をちゃんと覚えてるかどうかっていうことがすごく大事になってきてますので、まあ、今日の動画ね、ちょっと分かりにくいことがありましたら、その用語を一つ一つまた分析していただいて、暗記していただければなと思いますね。はい、長い間時間を取らせましてすいません。またね、楽しい動画見させていただくことを楽しみにしております。よろしくお願いします。ありがとうございました。